皆さんこんにちは、ゆうこすです。今回は最近の毎日メイクかつ私が最近ほとんどテレワークということで、まあテレワークに映えるというかテレワーク向きなんて言ったらいいのかな。ポイントとしては基本的にはこうナチュラルなコスメを使って肌に優しいっていうのと、テレビ電話でこう画面でも暗く見えない、パッと明るく見えるようなそういう好印象なメイクっていうのを意識してやっています。なので最近こうテレワークが増えてきたよとか、こうお家の中でメイクをすることが増えてますっていう方はぜひ見ていただけたらなと思います。まあね、久しぶりの最近の毎日メイクになります。それでは動画スタートでーす。はい、じゃあ早速メイクをしていきたいと思います。窓からの日差しとか、まあね、そういう UV カットもねしていかないといけない季節になってきているのかなと思うんですけど、こちらのアクセーヌのスーパーサンシールド EX の日焼け止めのベースを塗っていきたいと思います。なんかね、カラーとしてはこういうまあナチュラルな肌色っぽい感じなんだけど、 SPF50 プラスと PA が4プラスっていう紫外線のね、こういうカット率がしっかりとね入って高いのに、結構つけ心地としては伸びてくれるし保湿してくれる感じがしっかりあって、これ一つでちょっとこう肌のね色ムラとかもカバーしてくれるような効果もあるみたいで、去年使ってたんだけど今年なんかより良くなったみたいで、アクセーヌさんからなんか送っていただいて使ってめっちゃ良かったので使ってます。まあね、とにかく今回は本当に肌に優しくナチュラルに、そんでテレワークでどんだけこう映えるかみたいなところをね意識していきたいんだけど、なのでこういうアクセーヌさんの本当にこれめちゃくちゃ肌に優しくて、美容雑誌とかでもね結構見ますよね、美容好きさんの方の中で、美容好きさんの方ん？ん？うん、こんな感じです。で続いて BB クリーム塗っていきます。私が普段使っているのがこっちなんですけど、結構もうへこんでほぼなくなってきているのがお分かりなんじゃないかなと思うんですけど、オンリーミネラルのミネラルエッセンス BB クリームっていうやつを、肌に優しくしたい時はこれを使いますとかじゃなくて、結構普段からずっとこれは使ってますけど、なんか新しくミネラルトーンアップっていうちょっとトーンアップをしてくれるものが、できたみたいで、オンリーミネラルさんがさっきから滑舌がちょっと悪いですよね私。何なんだ。オンリーミネラルさんからですね、新しく出たものを送っていただいたんですよ。そう、なんか前回私がこれを YouTube で紹介したっていうことを見て送っていただいてですね、本当にありがとうございます。これもですね、かなり肌に優しくって、その名前の通り肌をパンと明るく見せてくれるっていうものになっていて、これからの季節的にもぴったりだと思うし、あとはこういうテレワークってなんかどうしてもね顔がこう暗く見えちゃうというか、映像で見るとね影が入りすぎたったりとか、こうなんかこう暗く見えちゃって肌がどんよりして見えるっていうのはあると思うので、こういうトーンアップ系を使うっていうのはねすごくいいと思います。指3本ぐらいに取って、中央部分にこんな感じで置いて、普段の塗り方こんな感じですね。こんな感じで顔の中央部分に置いたら滑らせるように広げていきます。結構なんか白すぎるかなって最初思うと思うんですけど、まあ、中央部分にこうやって置いて広げていくように進めるとね、そんなに違和感なく馴染んでくれて、最後にこんな感じでスポンジで馴染ませてるんですけど、映像で見てもわかるぐらいの結構なこのツヤ感、見え方的にも、それは塗ってるこの感触的にもベタベタっぽくはなくて、保湿クリーム塗ってるような感覚にすごく近くて、よれもそんなしないし、もちろん肌にも優しいしで、めっちゃおすすめですねこれは。結構自然なツヤがね、うん、できてていい。はい、こんな感じである程度カバーをしたら、続いてなんですけど、コンシーラー。私のおすすめはこちらの2つです。エトボスのミネラルコンシーラーパレットか、サンメイクのカラーミキシングコンシーラー。この2つに共通しているのが、オレンジ色のクリームタイプのコンシーラーが入っていて、あと2色明るいのと暗めのがあるっていう感じなんだけど、やっぱどうしてもテレワークの時とか、あと家にずっといるとこう、気分とかもね、こうテンション落ちてきちゃったりとかもあると思うんですけど、相手にね、暗い、どんよりとした印象を与えたくないので、クマだけはどうしても隠したいので、このオレンジカラーを取って目の下の青グマに入れていきます。やっぱこれ結構でかくてですね、最近しっかりと寝てるからかもしれないけど、私そんなにクマはないんですが、睡眠がちょっとでもすごくするとクマって結構できちゃってですね、どんより見えるから取った方がいいかなと思います、うん、はい。で続いてこれね、オンリーミネラルつながりで、これもね送っていただいてから知ったんですけど、オンリーミネラルの薬用コンシーラーですね、アクネプロテクターっていう名前のパウダータイプのコンシーラーです。私ねパウダータイプ使ったことがなかったんですよ。こんな感じで開けて使うんですけど、想像より結構しっかりとカバーしてくれてびっくりしました、まあ、やっぱニキビってどうしても隠したいけど、でもやっぱカバーしすぎちゃうとより悪化しちゃったりとかってなかなか困ったなという感じではあると思いますが、なんかこんな感じで細めのブラシにとって、たわいめあんまりこう今ニキビがなくてあれなんだけど、あった、ここにできちゃったんだった、そういえば顎に1個、これを消します。見えるかな、見づらいですよね。あ、ここにねニキビ跡があるんですよ、見えるかな、
トン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 と入れていってなじませていくんですけど、うん、こんな感じかな。まあどちらかというと練り状のタイプのものの方がそれはがっつり消えるとは思うんだけど、まあ今おうち時間だしカバー力っていうよりかはこう肌への優しさってところを優先してもいいのかなと思っていて、で結構薬用だしニキビにはすごくいいのかなと思っているので、特にあとできちゃったニキビにいいですよねこれは。なのでそういうので困ってる方におすすめかなと思います。続いてハイライトです。セザンヌのパールグローハイライトの01番を使っていきます。なんかですね、こうテレワークをしているとさっきもちょっと言ったんですけど、顔に結構影が入りやすくてごつく見えやすいんだよね。なんかどっちかってするとちょっとこう柔らかめに見せたいんだがとか思うんですけど、そういう風には見えないのでなるべくこんな感じで照明をつけるようにしています。やっぱり照明があった方がまず顔が見えやすくなるんですよね。自分の表情を相手に伝えやすくするっていうのはすごく、まあ、大事なことかなと思っていて、テレワークしててもなんかこう暗くて、暗いとちょっと画質も落ちちゃうんだけど、コミュニケーションもうまく取れてこないというか、まあちょっとこううまくいかないこともあるのかなと思うので、なるべく私はこうやって照明をたくようにしていて、照明を焚くとですね、やっぱこの高い位置に光が当たるんですよね。こことか、なんでそこにより光をこうちょっと指でつけるのがおすすめなんですけど、こんな感じでこれめっちゃしっかりと入るんですよ。ハイライトがテレワーク映えって感じ。本当に高い位置にトン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 となじませていきます。で逆にノーズシャドウとかシャドウを入れすぎちゃうと本当に、ね、舞台メイクみたいに見えちゃうので、普段は入れることはまああるんだけど、テレワークの時とかはあんま入れないですね。ここの眉の上とかにさっと入れます。こんな感じですかね。キランと、うん、いう感じです。続いてアイシャドウです。こちらです。エトボスのミネラルアイバームのアンバーブロンズというカラーですね。こんな感じで練りタイプになっていて、こういうすごい使いやすい、ちょっと若干赤み感じるようなツヤのあるブラウンですね。ラメ感とかもすごい、透け感とかもめちゃくちゃ綺麗で、そんなによれたりとかもしづらいので、意外と塗ったら表面サラサラしてるし、そのなんかねこう影になっちゃうの下りと一緒で、やっぱアイシャドウにあんまりこうグラデをしすぎちゃうと本当に直接会うのとテレビ電話で見るのと全然違うぐらい結構ね激しい舞台メイクみたいに見えちゃうので、私はこれをこうちょっとこんな感じでマネキュア剥がれとる、こんな感じでちょっとこうツヤを仕込むぐらいの感覚で入れてですね、そんなに広げたりとかせずに結構ナチュラルめに使ってます。もうこれだけ以上下まつげの隙間にも軽く入れておきます。ほい、こんな感じです。うん、色味がめちゃくちゃ可愛い。これは結構お気に入り使ってます。で先にチークとリップ塗っていこうかなと思うんだけど、これもお気に入りですね。最近はちっちゃめサイズのコスメにハマってるのかな、増えてますね。ナチュラグラステのタッチオンカラーズの 0C2 番、まあ、リップとかチークにすごいマルチに使えるタイプになっていて、カラーもねめちゃくちゃ可愛くて、まあ、ゆうこすもてチャンネルをよく見てくださっている方はあゆうこす好きそうだなという感じだと思うんですけど、ちょっと大人っぽく使えそうなオレンジカラーになってます。まあ今の時期はねオレンジとかそういう明るめのカラー使いたくなるもんね。で先にちょっとリップ塗っていこうかな。なんか適当にマルチバーム系のものはムスラとリップ塗ってた方が塗りやすいと思います。はい、じゃあ塗ります。結構しっかりと色出てくれて、うん、なんか万人受けオレンジって感じがあっていいですよね。かつ今今年もすぐ26になるんだけど、大人になっても使いやすいオレンジって感じで便利でチークも塗っちゃいます。洗って高い位置にこうプンとこんな感じで置いてぼかします。肌なじみが良くて、かつ発色もねすごいナチュラルで、ベースもよれることなくすごくヘルシーになんか使いやすいカラーなんじゃないかな。あとこうトーン合わせられるから、なんかこうチークとリップの色は全然合ってないとか、なんかそういうなんかミスもねあんまなくなるのかなと思いますね。はい、で私はね眉の形が結構しっかりしているので、眉マスカラでシャッとこれだけでもう済ましちゃおうかなっていう、特にねテレワークの時とかも一回入れる感じにしちゃうことが今回はビセの BR2 番です。まあこのカラーは結構明るめ なのでどうしてもねこうテレワークでこう画面で暗く見えないようにちょっと明るめのカラーでね丸にちょっと明るさを入れていきます。うん、こんな感じです。明るくて可愛いイエベですって感じのカラー。まあビューラーは各々好きなやつを使いましょう。皆さんおうち時間はどう過ごされてますか。ゆうこすはワンちゃんとの時間が増えてちょっと嬉しいですね。ハイキング可愛すぎるんじゃ。アイライナーとマスカラはねこちらの2本です。エトボスのアイライナーと、マスカラなんですけど、すごくねアイライナーも描きやすくて、今回ちょっと茶色
ブランの方選びました。マスカラはブラックを選んでるんですけど、アイライナーもね、色味がすごく可愛かったの。まあ普通に描きやすいし、石鹸落ちコスメなんだけど、やっぱアイライナーとマスカラで結構顔の印象パッと変わって華やかになるとは思うんだけど、私は最近はですね、結構落ちないとか、よれないとかよりも、まあ、落ちやすさ、どんだけ簡単に落ちるかってところをなんか重視していてですね、エトボスのを使ってライン引いていきます。こんな感じです。ちょっと目尻跳ね上げぐらいかな。そんなに長くは描かないですね。はい、こんな感じです。反対も描きます。はい、ラインを描いたら次はマスカラです。マスカラがねめっちゃ良かったんですよ。フィルムタイプになってるから落としやすいのに、結構こうダマにならないし、もう下がってこないし、ふわっと見えてくれて、こんな感じです。結構ふわっと広がって大人っぽいまつげにしてくれるのでお気に入りです。こんな感じです。まつげめっちゃ可愛い。最後にパウダーなんだけど、もうこの季節暑くなってきているので、タコットのプロフェッショナルズクールタイプのやつです。でこれもね、一応 SPF が30と PA が3プラス入っているものになっていて、なんかね、その皮脂に反応してスーッとした冷感みたいな感じでしてくれるよっていうパウダーなんですけど、これをねがっつりおでこに入れてます。おでこってすごい汗かきやすくて、すると私今ちょっとこうメイクしてるから分けてるけど、普段こう前髪を下ろしてるので前髪がめちゃベタついちゃうんですよ。それがすごくすごく嫌で、こんな感じで顔全体にこうゆるくつけすぎちゃうと結構ね、なんか老け目になっちゃうので軽くつけて終わりです。こんな感じかな。テレワーク中はひたすら目薬、これめっちゃおすすめです。あとね、ロート製薬の C キューブプレミアムフィットってやつで、ちょっと前にね、ロートさんとお仕事でご一緒した時にねこれ紹介したんだけど、目薬にもなるし装着液にもなるしっていうことで、今カラコンつけてるんだけど、カラコンにもね使えるやつで、カラコンつける時にこれピッてつけて、やってつけて、で午後ぐらいになってきたらやっぱね、それでも使えてくるから、でって入れてこう、あーなんかトロロンみたいな、なんかつけててすごくこう気持ちいいんですよ。だからこうやって1日に2回ぐらいやってこうリラックスしてます。めっちゃテレワークの方におすすめ。じゃあ前髪直していきます。もう毎度おなじみのピンを外した時の前髪のヤバさよ。なんで？はい、というわけでメイクの完成です。まあね、今のこの状況で結構テレワークをしている方も多いと思うし、それもご参考になったら嬉しいです。うん、なかなか漏れて可愛いけどナチュラルなメイクに仕上がったんじゃないかなと思います。やったいやーでもね、結構この生活続いてますけどどうなるんですかね。なんか私のこのスマホケースにも書いてるけど、サウナがめちゃ好きだからサウナ行きたいけど行けない、行けないよ。はい、それでは今回の動画がちょっとでも参考になったり楽しかったよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。その他にもツイッターだったりとかインスタグラムの方もやってますので、ぜひ概要欄の方チェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。